さあ、ゲートオープンして、ここは何優香が一歩出る形になるのか。そして矢崎飛鳥が追いかける。さあ、リラックスリブもいい感じで追尾する。おっと、ちょっとバランスを崩しかけたのか、矢崎飛鳥。そしてここはホールショット、西村優香がしっかりとペダリングをしながら、ここは何かもクリアしつつ、さあ矢崎飛鳥しっかり追いつきたいところ。さあ水もしっかり、ここはバランスを崩さずクリアしていきたいところだが、さあ最終タイム、そのまま放射、そのまま西村優香1着、そして矢崎飛鳥、そして1着2位の順位。